はいさい、今回は南城市にある、グスクロード公園に来ています。別名ね、確か南寺公園とか呼ばれるかもしれないですね。なんか書かれてる、玉城中学校発祥の地、玉城中がこの辺で最初にできたんですね。で、まあ、今回ね、なぜこのグスクロード公園ね訪れたかというと、まあ、もちろんね、子供たちが楽しそうに遊ぶ、まあ、遊具がいっぱいあるってこともね紹介したいんですが、慰霊碑がね確か公園内にあると思うんで、そちらもね行ってみようかななんてね思って訪れた感じです。自然が多い公園なので、ちょっとお散歩でもしながら撮影しよっかな。綺麗なね整備された公園ですね。よし。で、まあ実は僕ねこの場所1回ぐらいしか来たことない場所で、あんまりね詳しくないというかね、ちゃんとね回ったことないんで、この機会にね、いろいろ回れたらいいなーなんてね思っています。遊具がねまだ新しくてね、子供たちが楽しくね遊べるアスレチックとかあるんでいいですよね。遠足なのかな。今日の沖縄 ねご覧の通り太陽が出てるんで遠足日和でいいですね。山たち、多分ね僕の記憶が正しかったら、この道をまっすぐ行くと慰霊碑があったような気がするんだよな。違うかったかな。あ、なんか健康にいいなんか遊具というか、なんていうの、こういうの背伸ばしベンチ、ツイスター、くるくる、体動かすやつか、ぶら下がりだったりね、足つぼもありますね。南城市ヘルスサポートっていう、ヘルスサポートっていうんだね、こういうやつ。ああ、ありました、ありました。そうです、これですね。こちらです。慰霊碑ね、慰霊の碑、文字がね書かれてるんですが、平成18年1月1日、薄くなってるな。まあね、慰霊のためにね建てられた慰霊碑なんで、邪魔しますということで、小鳥もねさえずりしててね、気持ちいい遠足日和なんで、僕もねお子ちゃまと混じって遊具で遊びたいところなんですが、あの大きなバスが止まってるんで、おそらく遠足でね来られた児童なんですね。多分この黄色いのはトイレだったのかな。あ、バスケットコートとかもありますね。遊具が1から3歳用の遊具だったり書かれてるんですね。なんか年齢ごとに対象年齢というか、楽しそうですね、子供たち。あの滑り台もねハート型で、ナンジーはね口のおひげのところもねハートがひっくり返ってて、お尻もハートマークだったりするんでね、南城市がハート型なんですよ。というかこれ、ここ歩いてもくるって回るだけなんで、まあ軽くねこういう遊具とかがあるよっていうのがね紹介できたので、どうしようかな。
まだ5分ですもんね。楽しそうなね、遊具はいっぱいあるんですが、どうせならね、この周りもなんか面白そうな会社とかありそうなんでね、探すのにしようかな。やっぱ僕が前来た時も臼杵公園のちょろっとしか回ってなかったんで、他にも何かねあると思うんで、ちょっとね、あ、子供たちのリュックが保管されてますね。なんて書いてんだ、コア施設。あ、遠くに海が見えるけれど、森が邪魔してるか。でもね、自然が豊かでいいですよね。あ、下道があったんだな。お、ヤギがいる、ね、ヤギが一頭、3匹のね、ひじ上げましたね。なんか楽しそうなね、森が歩きそうな道があるのでね、ここ降りてみようかな。クロニャンコもいるし、こういうね細い道を進むとちょっと、あ、なんだ、ウザファビラ言うほど、ウザファビラ、ね、ここより先はウザファビラ言うほどですね。もしかしたら早送りで編集するかもしれないんですよね。あ、インテン猫ちゃん逃げちゃったね。まあね、編集する可能性はあるんですが、とりあえずどこに出るのかっていうのをね、個人的に調べたいって感じがするんで、そのままね、解説というか一人喋りをしながら、撮影しながら進んでいこうと思います。何もなかったら悲惨だよな。まあね、僕ね、わからない道をねどんどん行くんで、鳥高がね少ない動画とかね結構あるんですよ今まで。そういう動画ってね、お蔵入りとかにしてるんで ねもったいないんですよね。なのでね、今回もね、ただ民家に出ましたよっていう動画になったら、この公園の部分もね全カットにしないといけなくなっちゃうんで、あの公園で一度切っとくべきだったかもしれないですね。まあ、何かしらあることを願ってというか、なんか行き止まりみたいな雰囲気になってるね。ただ景色が良さそうなんで、これはこれで、あ、右にもまだ道続くか、なんか展望台みたいなね場所で終わりかなと思ったらね、まだ続きがねありそうで、あ、でも民家とか結構なんか近いんで、というか誰かここで焚き火やってますね。ダメですよ、こんなところで焚き火したらね。はい、絶景ですね。なんか競技場があるのかな、陸上競技場、少し見える感じがしますね。はい、というわけで、今回ねちょっといまいちな感じな動画なんですが、南城市玉城にあるグスクロード公園、通称南地公園からね、ウザファビラ、ちょっとね言うほどの道は忘れたんですがね、こういう森林をねお散歩する動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバーイ。眩しいとか言いながらね、もしかしたら何もなかったら、さっきの部分でねぶった切ってね、9分程度の動画にするんですが、
もしかしたらここの先に何かあるかもしれないんで、こっから先はね本当に一か八かっていう感じで、これ結構45度くらいの いい感じですね。こういう道大好きですよ。それにしてもまあね、正面にね太陽があるんで、ね、海もギラついてるんですが、ね、時間帯によってはね青い海がねこっから見れそうな場所ですね。そして辺りはねもう森ですね。食わず芋が生えてたりね、なんかちょっと石畳チックになってるな。まあでも石畳ではないか、こういうのって。でも石畳っぽいよな。もともとある道ではないと思うんですよ。左がねコンクリで固められてるんで、やっぱ作りはよく。あ、なんか右これ行けそうじゃない、何かの、ね、なんか入れそうだぞ、これなんか空間があるんで。あ、なんかありそうだよ。ただ、今回もね全く何があるかわからない場所なんで、ただ森をさまよう感じかもしれないんですが、なんとなくこういうところって何かしらね感が働くというか、ほらねここ石組みされてるんですよ。よく見たらわかるかな、何かあるぞ。これは僕のレーダーが感じた、ね、絶対間違いない。これ石組みされてますよね。ただあんまり人が訪れていない場所なのかね、蜘蛛の巣とかあったりしてるんで、あれなんかあると思ったけどな。あ、でもなんか石組み、なんだこの場所。お、え、お墓か、なんだろう、お墓っぽい感じだけれど、周りはねもう完全に森って感じなんですが、ここから登ると正面に大きな石で、え、なんだろうな、掲示板看板とかがないんで何の場所かわからないんですが、え、なんだ、廃墟な、これお墓ではないもんな。何かをよくわからない場所ですね。左右は石組みされてて、結構この真四角に蹴られた技術って最近だと思うんで、もともと空想バカみたいな感じのやつを誰かがね綺麗に整えてくれたのかもしれないですね。しました。こっち おそらく墓ですね。なんかもともと階段っぽい感じなんでね、今は森化してるけれど、もしかしたらねちゃんと、子孫が、お墓のね文字とかねしていた場所かもしれないですね。この辺とかね作りは立派なんですよ。ただあいにくね森で緑化が進むっていうんですか、こういう森になってるけれど、個人の多いお墓がこんなに石垣で作られてって、なかなか位の高い風景のお墓だったかもしれないですね。なかなかこんな石組みのパターンってね少ないと思うので、どうしようかな。ここで本当は終わってた方がいいのかな、15分ぐらいだから。でももうちょっと下に降りたいなーってことなので、20分ぐらいまでは行っちゃおっか。また登るのはね一苦労なんですが、まあそれはそれでねいい運動になるかなって感じです。よいしょ。あ、ね、普通の民家なんか書かれてるぞ。110踏む、よう、あ、読めない、
なんていうのかな、桃とふみ揚げ味の墓、読めない。こういうね、沖縄のね文字ってね、読めないの多いんですよね。なんていうのかな、ちょっとね逆光でねまた読みづらい。これ反対も字あるのかな。あ、いや、まあパッと見ね、とふみあげ味110、まあ、分かんない、このお墓ですね。おそらくここから進んでいくとそのお墓があるらしいので、あ、さっきの、何、あ、ワングースがいた。あ、今かかりかっこれちゃったな、クソ。なんかあの辺の下も石組みされてるから、もともとお墓で、あー画面中央ぐらいね、奥に入れないんだよ、見えにくいか、いいかね。球場がありますよ。そのお墓というのはここから右手に行くのかな、まあ、こういうね横道あるとね、ついつい北が、左はでも崖っぽいんで危ない。これより先はもうきつい。ここは何もないか。え、お墓どこ、110踏み上げ味のお墓、なんて読むんでしょうか。誰かコメント欄に書いてください。おお、なんか書かれてるぞ。ビネイタイ秒、読めないな、また。じゃあタイミだろうかな。沖縄に生を受けたタイミ、タイミ、タイミじゃなかったら失礼だけど、まあ、まるまるさんは、学生時代を東京で送り、社会運動に目覚めた沖縄日、労働、あ、日雇い、日雇いだ、日雇い労働組合を結成し、ホームレス支援をはじめ、生涯を地元沖縄に根ざした、根ざしたかな、活動をした。このモニュメントはなんだ、読めない、ちょ、あ、もう読めないな。まあね、ミレイさんのちょっとした銅像がある感じですね。ここだ、ここだよな、違う、これじゃないか。何やら墓があって、ああいうね奥の岩の岩を掘り抜いたお墓がありそうな雰囲気があるんですが、あ、ここはここかな。ちょっと立派なお墓なんですが、ここじゃなかったらね、人様のお墓を移すのもあれなんでね、ここじゃない可能性がある。看板が矢印とかがないんで、もうちょっと下に行ったらもう陸上競技場だからな。あ、風が気持ちいいけれど、ボボボボうるさいですね。ないぞ、こっちから右ではないよ。どこにあるんだろう、そうか、これだな。よいしょ。桃戸文、あ、いいところまで行ってましたね。桃戸文上がりの墓。こちらから、さっきの人様のお墓だったんですね。多分、左手に進むと、桃戸。ね、110とか言ってたけど、桃戸って僕も呼んでましたよね。あ、磯日踊り、子供ですね、まだ。
言えると思うんだけど、ね、逃げた。桃と踏み上げでしたっけ。清掃活動してますね。というかグスクロード公園のね動画のはずだけれど、だいぶ長くなっちゃった。こっちからかな。あったあったあった、これですよこれ。先ほどのは失礼しましたね。桃と踏み上がりの墓、桃と踏み上がりは、あ、これ、ね、ちょっと読んでたらもう20分超えちゃうんで、ね、一時停止して読んでください。桃と踏み上がり、アジの墓。おー立派だな。なんかこの中絵馬、中絵馬服、ムンチューの墓っていうものかな。ムンチューの墓なのこれ。立派だけどどれがお墓になってるんだ。お邪魔します。もうちょっと奥に行くのかな。あーすごいな、立派ですよ。こちらがそうなのか奥がそうなのかね、わかんないんですが、こちらか。昇進、魔法様ですよ。なんかね、ごめんなさい読めないんですが、長女が桃と見上げアジカラシカテナ。すごい場所があるね。でもね、お邪魔します。はい、というわけで、まあ、今回ねちょっと思ったよりも長くなっちゃったんですがね、グスク公園から、うざな遊歩道を通って、ね、桃と踏み上げアジのねお墓までねお届けする動画になりました。なんかまとまりがない感じになっちゃったな。まあ仕方ないか、こんな時もありますよね。はい、というわけで今回は玉城の、城ロードから、桃と踏み上げアジのお墓まで、お届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。あの階段登るの嫌だよ。